はい、ニューヨークと東京と2拠点で、中継しながら、なんていうの、リモートライブっていうんですかね、をやらせていただきました。出演者としてはニューヨークに、お住まいのパーカッショニストと、それと東京在住の、ラブベンター、そして華道家の私という3人の構成になりました。月見る君を思うっていう青山にあるライブハウスがあるんですけど、以前からいろいろと面白い企画をの声かけていただいて、まあ、過去に、対話の可能性っていう企画で3回かな、面白いミュージシャンの方と組み合わせしていただいてライブやらせてもらったり、あとは僕なんか立ち上げた花毛バトルをある時期月見るでやらせてもらったりとか、まあ、そういう関係性で仲良くさせてもらってたので、今回リモートライブできないかっていう声をかけていただいて、で内容としてはこうなんだけど、でまあもう2つ返事でやりますよっていう感じでやることになったって感じです。基本はパーカッショニストが演奏してて、で僕かもしくはライブベンター、どちらかがその音と絡むと、でそれを10分ぐらい15分ぐらいの尺で交代する感じだったのかな、10分ぐらいか、で10分したら僕が入れ替わってみたいな。なのでまあ基本はそのパーカッショニストと2人でのコラボレーションみたいな、そういう内容だったんですけど、でまあ時差があるので、その東京では昼の時間帯になったんですけど、ニューヨークだとあれは金曜日の夜かな、フライデーナイトみたいな時間帯だと夜の11時くらいかのスタートの方で、夜中の1時ぐらいまでっていうような内容でしたね。まあ非常にタイトに音を奏でてくださってたので、で、まあ、僕がやってる行為に対してニュアンスをつけてくださるみたいな感触だったと思います。まあ、その音聞きながらこっちも乗り上がっていったり、落ち着いた情緒になったり、で逆に僕、まあ、僕の方からなんか新しくアプローチができるかどうかっていうのは別に、やっぱり音の方が後付けになってくるんだと思うんですね。それやっぱりパフォーマンスのスピード感っていうのは、それの全くこれはミュージシャンの方がスピード反応が早いので、かぶせていただいて、音かぶせていただいてるみたいな感じだったと思いますね。まあ音楽家とのライブっていうのも大体そうなってしまうんですよね。こっちはもうネタがなければいろんなことできないし、うん、この音が鳴ってるからその音に反応してみたいなことっていうのはちょっとやっぱりできないかったりするので、もちろん努力をしようとしてますけど、ミュージシャンが来さえれば瞬間に音色やそのビートのスピード感とか、そういうものも変えていけるので、まあ助けられたっていう感じですね。いつもであまりもう考えずに、僕はまあ一つのフレームを作って、その中に僕自身も出たり入ったりしながら、あとはカメラに近づいたり離れたり、あとは光を自然光から電球の光に変えたりとかいうことで、4回かな、5ターンの内容にいろいろバリエーションつけていったっていう感じですね。まあ、それもあんまりいろいろ決めてなくて、ネタだけ起こしといて、ラブベンターのその表現、そしてその、まあ、前段の音を聞きながら次の僕のターンのイメージを膨らませて、大体この方向で行こうかって言ってその場で決めて動いたっていうような内容です。初めての機会だったんですけど、非常に面白かったですね。うちのね、音の再生の機械が、まあ、Bluetooth の小さいスピーカーでしかなかったので、本当のね、音をいい音で聞きながらっていう方がいいんですけど、本当は、
まあ、自宅でのリモートだったので、できればオート環境がいいところで今度はやれたらなと、まあ、リモートであったもんですけどとは思いました。はい、また機会があったらやりたいですね。でこのやり方だと世界中いろんな人とライブでつながってできるのでっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございました。